はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、前回火山島物価から脱出して、フォルセナに戻ってきたところですね。で、宿屋でセーブしたところから、始めていきます。で、アイテムの種を結構手に入れたので、まあこれは2つ使うでしょう。もう全部植えます。レベル3になるかな。銀色も結構あったし、金も何気に5個持ってるね。いつの間にそんな手に入れたんだ。銀7、コイン、ノーム、精霊の腕輪、コイン、ぐるみ、聖杯、チビデビルリング、ちょっと分かんないのが手に入った。まだ半分ちょっとか。金色でどれくらい経験値がたまるか。くるみ大したことないな。チョコも大したことない。アロマ、ドロップ、チビデビルリング、変わんねえ。銀と変わんねえ。うわ、あんまり増えない。まだまだ必要か。2から3にするのかなり大変だね。で、来たは来たんだけど、武器とかなんか変わってんのかな。ちょっと寄ってみよう。今思ったら金がないからね。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。グラディウス、あ、下がるわ。もともと売ってるやつだね。じゃあいいや、用はない、こんなところに。英雄王のところへ行こう。121% しかない。200になった瞬間使ってるからね。300か。で、そういえば育成じゃなくてアビリティ手に入れたよね。てか潜水の指輪、チビデビルリング、雪だるま、黒焦げ状態を無効。こっちの方が絶対じゃん。猛毒チビっこ無効。あ、猛毒も無効か。そもそも防御力とか上がるしね。なんかさ、なんでさ、チビデビルリングの方がさ、なんかこれチビっこ無効にしそうなのにさ、チビっこ無効にならない。精霊のジャンにしとこう。ジュエルリング、これで何がいいんだろうな。潜水の腕は、あ、そっか、さっきデュランが装備してたやつか。まあ、こっちが上がるし、チビデビルリングにしとこう。で、ヒットポイントアップをヒットポイントアップ2にして、よし、これでいきましょう。まあ、とりあえず一直線に王様のところへ行きます。大砲どっち向いてんだこれ。城の方向いてんじゃねえか大砲。結構奥だな。女神像が2つあるし、王様のところへ行く前に、まあ、戦場になったからね、ここ。に戻ってきたな。山海、海運の冒険かな。これで8精霊のうち光、土、風、そして闇の4つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは4つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、陛下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられよ。火山島物価じゃなかったのか。オルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。
木の精霊ドリアードを探せ。だがワンダーの樹海へは地上から近づくことはできない。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。森の中にあるというエルフたちの国ディオールを見つけ、どうすればいいか妖精王に聞いてみるしかない。お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれたのはブースカブーだと思う。奴が助けてくれたのはフェアリーの宿主だからだろうか。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる秘宝の笛がある。本来ブースカブーは決して人には心を許さないため危険なので封印しておいたが、お前たちならブースカブーを味方につけることができるかもしれん。笛を吹けば世界中どこからでも砂浜ならブースカブーを呼び出せるはず。持って行くがよい。キャラ笛を手に入れた。これ大丈夫、ちゃんと洗ってある。今もうマジでそういうの敏感だからね。これでなんか濃厚接触になって病気になったら嫌だよ。とりあえず精霊を探そう。4つはこれ適当でいいのかな。なんか行く順番特に決まってなくて、まあ、まずはでも、まあ、アルテナか砂漠っていうところ、あれこっちが分かりやすかったよね。他なんかよく分かんねえみたいなこと言ってたし。え、ちょっと待って、これここなの、戻るの一回。あ、ここだね。精霊を探そうになってて、でやっぱりマイヤの兄貴のところへ行くか。でそっからなんか大砲で送ってくれんのかな。てか飛距離どれくらいなんだろうこの大砲。大砲をつないでさ、なんかドリアードのところとか行けないのかな。で一旦戻ってきました。で普通にこっちだね、ボンボヤジのとこから出て、ボンボヤジには用はない。さらにこっち武器屋さんとかは変わってないでしょう。外へ出て、え、本当にこの通りに行っていいの。普通に黄金の街道に出てきちゃったんだけど、こいつまだいんのかよ。もういいや、話さない。あ、ブースカブーのところか。ちょっと戦闘中だ。ハチ。え、どっち側から行くんだ俺。こっちか。で、ピーヒャラブエを使えと。なるほどなるほど、そういうことか。ある。入ってたね。やってやったっけ、また忘れちゃったよ。アイテムで全然整理してないか。あ、大事なもんだよ大事なもの。ピーギャラベこれ使いの子から、ま、変えなきゃダメだ。あれを変えてしまった。シャドウゼロの人目をちょっと。まんまるドロップはだって入れておいた方がいいでしょう、回復アイテムだから。待って、どうなってんだ今。こうのこうこれで、ピーヒャラブエ。よく吹けるな。来た。ごつい。相変わらず。精霊を探す。地図がねえ。あー、出てきた。あ、で、目的地やっぱ、早っ！すっげえ早いんだけど。北が多分、ゴルテナだよね。ここ何？なんか。ランプの花の森。あー、言ってたな。
敵はいないよね。こういう小さいところとかさ、なんか気になるよね。めちゃくちゃなんかどっか行っちゃってんだけど大丈夫これ。世界一周してる。でこれどこだ。じゃあ砂の都サルタン。あ、ってことは炎だな。まあ、せっかくだからじゃあ炎から行くか。来ちゃったから。直接マッチに来た。砂の都サルタン。そうな格好してんなみんな。暑い。なんなんだこの暑さは。だが体を鍛えればこの暑さにも耐えられるようになるはず。さあマナストーンを探しに行くぞ。アンジェラに話したい。暑い。それだけ。え、武器屋とかどうなんだ。なんかいきなりすげえところ行ったら高くなったりするのかな。金がないんだったら5000円しかない。揃えてるよ。ちょっと当分は今の装備で行くしかない。ナンパしてるぞこの親父。今あなたと話してる時間はないの。絶対この親父より俺の方がいいだろう。親父に話そう。憎たらしいな。いやはや聞いてくださいよ。実は前に盗賊に財産をまるっと盗まれまして、もうダメかと思ったんですが、家内と娘が応援してくれてなんとか持ち直したんです。今では魔女の人からも頼られるようになって、本当にあの時盗賊にお礼を言いたいくらいです。なんだこいつマジぶっ殺してえな。この娘さんも金目当てだろ。あっちゅうなんかこっちに行っちゃったよ。今日はあっさりした食べ物が食べたいわね。なんかこの人プンプンプンしてない。大丈夫。あの方はこの町で一番のお金持ちなの。やっぱ金か。こんなおっさん、そうだよな、金がないと持てないよね。困った。井戸の出が悪い。話せる人めちゃくちゃいっぱいいんな。これ全員の会話とか聞いてらんないよね。街一個でなんか動画一本終わっちゃいそうだし。これ何屋さん。あ、道具屋さんか。ここは酒場。酒場はなんか情報があるかもしれない。東のオアシス、ディーンまで荷物を運ばなきゃいけない。モンスターがいる。命がけ。俺が運んでやろうか。金だ、よこせば。あー、ナバール盗賊団ここら辺か。なるほどね、姉ちゃん。お客がめっきり減った。しょうがないよ、そういう時期なんだ。飲食店は大変だよね今。完全には戻らないと思うんだよね。外に出てきちゃった。灼熱の砂漠。もう進んでいいのかな。何にも情報を得てないんだけど。なんかブラックマーケット行って、この砂漠のどこかに火炎の谷があるんだよな。アイスセーバーとか砂ばっかりで歩くのが大変でち。買ってきた方がいいかな。29高くね。強い。いや何も食らってないからさ今のとこあれだけど。たくさんとかやばいぞこれ。ちょっとマジで26レベルでしょ、まあ、探そうって言ってるけどさ結構きつい。レベル上げをするべきか。ブラックマーケットにやっぱ寄りたいな。じゃあで102とか硬い。そうか、うわ外した。ありがとうございます。砕いた今。砂漠のあれでさ見づらいんだけど。ついただその分レベル上がるのも早そうだった。アルティアの方もちょっと見てみる。それともあれかな、なんか1箇所目とか2箇所目とかで敵のレベルがどんどん上がってくるのかな。
3レベルは結構使うけど、それ確かにでも3レベルくらい上がりそうだからね。このままここへ進むべきか。ここをクリアしちゃえば水はでも楽そう。先にやるか先に火をやるか、後にやった方がまあそれは楽だよね。だって相反する属性だから弱点属性持ってるってわけだから、まあ、行くか。せっかく来たんだ。ただちょっと準備はしたい。レベル上げとか。いい商品揃えてるよ。なかなかの品だな。大事にするわね。お目が高い。ワクワクです。またのお越しを。とりあえずレベルを1上げて武器だけ揃えました。防具を揃える金はないんで、てかレベル1上げるのに結構時間かかったんで、ちょっとこのまま突入していこうと思います。でね、一応アイテムの方を見てみると、ポセイドンの爪これ3つから持ってて、氷のコインも3つ持ってるんで、まあ、サラマンダーのボス戦に関してはこの2つを今回有効活用していこうと思います。すぐ忘れるけど、じゃあ行きますか。ここから持つの結構強いんだよね。でね、ちょっとやってて分かったのが、この4回目の強攻撃結構根元に判定があるんだよね。結構踏み込んだ後の斬撃がなかなかね巻き込めない、当たらない、簡単に言うと。であっちらもうすでにやばいんだけど、普通に根元で当てればターゲットした敵は当たらない。こいつ結構厄介なんだよな。突進がねほんと強い。突進とか、よし、食らってる。痛い、爆発した。強くなっている。ちょっと回復しよう。ヒールライト行きましょう。でどっちだ。あ、そう、レベル上げしてた時にちょっと見えたのがこの宝箱。まあ回収していきますか。割といろんなところに宝箱落っこってるけど、金色のアイテムだね。やった。装備品とかはなかなか落ちてないよね。でここに看板があって、左側が砂の都サルタンで、オアシスの村ディーンがこっちの方にあるよっていうことだけど、ここがね行けないんだよね、砂の流れで。でどっち、一旦こっちの方へ行ってみよう。今回だから砂の流れが結構重要になりそう。いけねえし。デュランのマジックパワーが今無駄になってるんだよね。全然セイバー系覚えてないから。あ、いけない、こっちはマジでいけないな。いや、いけたわジャンプでなんとかいけた。これコカトウスだよ。3発目を撃った後にため攻撃をして100。これからしたらまずい、逃げよう。29レベルだからね、レベル差は結構ある。2レベルの差はなかなかでかいでしょう。でこっちに出て宝箱、天使の聖杯だけか。あちらのマジックパーもすぐ枯渇するな。いける？ジャンプでいけるくし。こっちも道があるね。あれ、なんかある。お、オアシスの村ディーン、こんなところにあんの。回復の壺、回復しとこう。
なんでリストリンダーめんどくさい。アングルが、あ、相手切り返し使ってきた。やんちゃパワーがすぐ減る。砂漠には絶対住みたくないです。こっちの方とかない。アイテム、アイテム200円。今金貴重だからね。全然金足りてないから、防具揃えられてないんだよね。言っちゃえば神攻撃100はまあ強いよね。でこの後食べて釣り当たってなかったんだけど、動きぐらい飛ばして、木の7ストーンを探しましょう。熱くて限界よ。早く行きましょう。回収しよう。え、ちょっと待って、こっちの方とか見たい。何にもなしと思ったら銀色のアイテムの種。結局アイテムの種って何色が一番レア度が高いんだろう。この先まっすぐ敵は蹴散らしていこう。敵勝負そう、倒すとヒットポイント回復するからね。だからデュランは割とヒットポイント余裕があるのか。食らってんのは食らってるよね。スカバードに成長しやがった。めんどくせえやつだな。うわー、敵化した。ちょっと待って、ティンクルレインどうやって使うの。待って、わかんないわかんない。アイテムで代用しよう。今度はおお、ちょっと待って、みんなこれ石化、全員石化するとゲームオーバーだからね。許さん、このまま叩き落とす。おカバード厄介なやつだよお前は。シャルロットも使え、ヒルライト。でもマジックパワーがない。クルミは、あ、待って、オアシスが近そうだな。あと少し。こっちにも道がでも分かれてるよね。どこだ、こっちか。あー、バネがいるけど、どうなんだ。よーんと。ちょっと待って、やっぱりオアシスのところに行こう。このアングル、このアングルよアンジェラ。そして厄介な敵がいるな。こいつほんと強い。と食べていこう。で、ピンの先っちょとか何気に当たらない。こっちつけまずい。逃げろ。おっ、タコ殴りだ。でここがオアシスの村か。寄ってみよう。目的地ではないな。サラマンダーまでの道のり結構遠いんじゃない。オアシスの村 D。 あ、水は結構豊富だね。人が住むには、まあ、確かに水が必要だから。こんなところに村があるのね。せっかくだ、強い武器がないか見ていこうぜ。金がないっす。あれ、なんかあー、営業時間が違うのか。いらっしゃい、いい商品揃えてるよ。全然買わないんだけど。
いや7も増えるわこれ。ペンダント、あペンダント系はいいか。ガントレットは力とか上がんないのかな。モグかぶり、あでも1200円とかか、買えるな。なかなかの頭は安い。でティアが大事にするわね。でモグかぶり、よし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 。鎧系が買えないんだよ。でこれ夜にして武器、武器も切り替わるって言ったら、せっかく金貯めたのに悲しいことになるな。どちら、ここか。まあいいや、夜にしてみよう。いらっしゃい。夜まで泊まる。夜の時間だ。でここか。あこっちなの。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。あこれはもう同じだね。よかったよかった。まだのお越しを。ってことはあそこに売ってたのはやっぱり鎧だったから、鎧も揃えた方がよかったね。でここは道具屋。やってんの夜。あやってそう、じいさんだし。いらっしゃい。何になさいますかな。魔法のくるみ、こちらでよろしいですかね。ここくらい買っとこう。ありがとうございます。アンジェラのマジックパワーが減ったらもっと使っていこう。やっぱり魔法があった方が効率がいい。まあ、それはアンジェラはね魔法のキャラだから。でここは本当に立ち寄るだけ。一応女の子には話していく。あ水位が下がっている。これでも水位が下がってんだ。でどれだけの深さがあるかだよね。長老、古文書によれば昨年の砂漠ははるか大昔、緑豊かな大地だった。ジジイの話はどうでもいいわ。まあちょっとずつアイテム回収して200円。完全に小じき状態だな。金を拾って金策する。夜って敵変わんのかな。さて進んでいこう。こいつらなんかシカトしたいんだけど。あシカトできた。ダメだ、見つかった。ユルさんダークプリスト、こいつがマジでヤバい。ピオレンだよね。でもきっと攻撃してると。お前まだ生きてたのか。仕留め損ねた。俺たちの敵じゃなかったな。あれでどっち、こっちに看板がある。暑くて危険、それで引き下がる俺ではない。278か。えこいつらめんどくせえな。よしブレーキした。早いね、やっぱ必殺技使うとめっちゃ早い。ここで使えばよかった。あれなんか金のこれさ、めちゃくちゃ高いパターンだよ。どうなってんだ。一人倒したらなんか知んないけど、この点バレてて。これ使おう、注文的に使おう。やっぱり火力が落ちるな。ビルドって何？いけねえんだけど、砂漠のあれで。ここはそうか、リューサーを考えながら行かなきゃいけないっていう。いった。俺もやばい。でももうアンテナがないから
闘が終わったらくるみ使おう。これだ、火のマナストーンを探しましょう。なんだこのフェアリーは。なぜ俺はこの熱さを克服してみせる。確かに鎧着てるから熱いよ、熱いよ。あれ、しばしばやばいんだって。ちょっと待って、ちょっと待って、やらせません。激化してる。これ別に戦闘がさ、終わるまで経験値は手に入んないから、戦闘中だけは激化してても大丈夫な気がする。弱すぎて暴れ足りないぜ。弱すぎはしないよね、やっぱり。でもいつの間にか300溜まってんな。あ、もう使っていく。扇風機巻き込めるときに巻き込む。カットレス全然減ってなくて、あれ巻き込めてなかったの。待って、あ、2匹いたのか。すげえ戦いづれ。OK で、あそこに女神像があって、あれなんか いない。回復だけしとこう。なんだこいつら。あ、美獣か。助けて。けえ、超痛そう。バカな娘、呪いを解いてやったんだから少しは役に立ちなさいよ。さあビル、ベン、この前の借りを返すんだろう。最後のチャンスをやるよ。こいつらにアイスセーバーは効かないからな。お前たちの相手は我々だ。さっきひたたた使っちゃったばっかなんだけど。今度はこの前のようにはいかぬぞ。美獣様に授かった闇の力見せてくれよ。やべえ、厄介な力を。こいつは何より強いからね。邪神合体。そのまま合体しててくれ。ふん、また合体か。二度目は驚かねえぜ。だ、よし、ベイカー、水遁の術、構わん。このままガンガン攻める。回復は任せぞ、シャルロット。ゴリ押す。よし、ナイス。300溜まった。行くぜ、扇風機使う。だからかすって、微妙にかすってんな。どうなった。ジャンプも使う。使う、ピーチ台風。強い、一発は強い。よし、ピョってる。で、多分裂が厄介なんだよね、これ。しかもブレイクしなきゃいけない。俺がベンをやる。回復しよう、くるみで。ちょくるみを使ってあげる、アンジェラに。どうぞ。影もぐ、一匹倒せばどうだろうな。二人当たってる気がするけど、
シャルロットとか普通にやばい。これはバック打ちよく使おう。よし、ここで完璧で全回復。なんだ、何か失った。やべ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 、死ぬ、死んだ。ちょっと待って、シャルロットを一回蘇らせる。でその後まだ手がいける。よし、で何したかったかっていうと、必殺技を使いたかったんですよ。私はお前を倒す。くっ、で酔ってるやつに確実に当てる。ピュークとか、え、なんか扇風機より強くねえかこいつらの方。扇風機ってどんだけ当たってんの。でシャルロットって何になってたっけ。回復量、マジックパワー半分になったらもう使わないとか、そういうあれだっけ。やべ、今俺が扇風機を使ってる間に回復するんだ。最後は281。よし、これも決める。なんかたまんのがめっちゃ早かった。蘇りまて、ギルベンも一緒に倒さなきゃいけないとか、そういうのがある。もうどん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 やっていこう。いや、めっちゃ食らってる。よみがえりが早くねえか。やはりこれは誰。ちょっとビールを狙うか。シャルロット回復を頼む。ビール狙う。いや、死んだ。で、くるみで回復させよう。マジックパワーを。普通にアンジェラのマジックパワーは気を使わないと。できれば必殺技でペンを倒せる状況にしておきたいんだよね。気をつけてはいるんだけど、よし、ちょっとこのくらいにしておこう。でビール狙い。ちょっとあいつは何やってんの。いや、死ぬ。ビル狙い、ビル狙い。死ぬときもマジでな。ちょっともうくるみを使っちゃおう。どん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 回復できるときに回復する。で、くるみできればこのまま、いや、いける。このまま決める。2人とも巻き込む。ガスか。よし、めんどくさかったな。めちゃくちゃ経験値手に入れた。消えよ。セーブしたい。それにしても美獣はここで何をしていたのかしら。もしかして美獣もマナストーンを狙っている。だとしたら危険だ。急いで追いかけて美獣を倒そう。その前に休憩だ。
というところで今回はここで終了したいと思います。次回は灼熱の砂漠の奥へ、行きたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。